ェアウェイにある深いバンカーです。飛びすぎた。おー、左のスネークライン。これはむずい。打つとこがない。左のバンカーの方に多分フェードの気持ちで打つといいみたい。4番ホールパー4です。打つとこがないと。ここはちょっとむずい。あ、ダメだ、もう迷い出てる。少しこう景色で自信がないなと思った時はクラブを短く持ってなるべく曲がる範囲を減らすようにしています。ティーグラウンドからは見えませんでしたが右側はかなり大きな池になっていました。セカンドショットは池越えを狙います。180ヤードを4番ウッドで打ちます。うん、いい感じ。フォロー、フォロー。これはかなり難しいアプローチになりそうですね。下りのパットを残さないようにグリーンの下まで持っていきたいですね。加速がすごい。止まってくれました。これは撮影ミスですね。最初のパターはここまで寄りました。下りのスライスラインカップ外さずぐらいがいいですかね。うん、うわー、これはゴルフ場にいた虫です。大きめの7番やで花道からバンカーね。あんま得意じゃないんで花道から行きます。少し上げているのでワンクラブ大きめのを持っています。かなり右側のバンカーが気になりますね。うん、しっかり打ち込めました。ここのグリーンは実は2段グリーンになっていて、ボール戻ってこいってみんなで言っています。打ち出しのフックの方が強そうなのでスネークラインですがフックを多めに読みます。ナイスタッチ。距離感は良かったですね。フェアウェイは広いですが右のバンカーがかなり効いています。あそこに入ってしまうとセカンドが狙えなくなってしまうので左側のフェアウェイキープを狙います。うん、大丈夫そうですね。風がかなり強いです。132ヤードを
8番アイアンで打ちます。かなり強いフォローが吹いてます。ここはフェアウェイもセカンド地点もバンカーがかなり効いてます。プレッシャーのかかるホールですね。さあプレッシャーに勝てるのか。わー、力が入った。ミスだけどなんとか花道方向に行きましたね。うん、いまいちですが、まあ、ピンに少し寄っていったのでこれをしっかり入れてパーを取りたいとこです。右アウトサイド上りなのでしっかり打っていきたいですね。あ、切れちゃった。入れちゃいました。